買いましたよ、福袋。ついに遊戯王の。その額なんと10万円。あげましておめでとうございます。今年度もゲーム実況、開封など精力的に活動しますので、ぜひよろしくお願いいたします。新年最初にご紹介するのは、カードショップトリカード秋葉さんで購入した遊戯王福袋10万円になります。実はこのカードショップトリカード秋葉原さん、本日2023年1月1日にオープンしたばかりのお店で、今回福袋販売がですね、初営業日になります。ちなみに福袋の中身っていうのは一部トレカードさんのツイッターの方で公開しておりまして、まあそちらの中身を見ていただければわかるんですけれども、まずサプライ品が入ってないっていうところと、昔のストラクチャーが入っているのが激アツなんですよね。ではですね、早速こちら開封していきたいと思います。よいしょ。よいしょ。うわ、すっごっやば、何これ。待って。こういう感じなの。じゃあ、見ていきましょう。じゃあ、まず一つ目ですね。一つ目がこちら。はい。はい。機械の騒乱のスペシャルセットですね。ということで、一つ目は、遊戯王デュエルモンスターズストラクチャーデッキ、機械の反乱のスペシャルセットになります。こちらの機械の騒乱ですね。2006年9月14日に発売されたスペシャルセットで、まあ、初回生産限定品なんですけれども、当時の価格として2100円で販売されていたそうです。こちらの収録内容なんですけれども、ストラクチャーデッキ機械の騒乱が1個、アンティークギアガジェットドラゴンのレリーフ仕様が1枚、サイバニティックレボリューション、エネミーオブジャスティス、パワーオブザデュエリスト、サイバーダークインパクトがそれぞれ1パックずつ、そして特製プロテクターの青色が60枚入っていることになっております。こちらの相場についてなんですけれども、まあ、ちょっとネットと見せ売りでかなり値段に差がありまして、まあ、僕が以前見せ売りで見たときはこちら2万5千円で売っていたんですけれども、今ネットで確認するとだいたい3万円から4万円になってるんですよね。で、多分この間に値段が上がったりとか、まあ、そもそもこのストラクチャーデッキ自体がまあ初回生産版っていうところもあって、なかなか流通してないんですよね。っていうので、ちょっと値段が分かりづらいかなっていうところでもあります。ぶっちゃけ、入手頻度あんま良くないものですよね、これ。で、続いてが、はい。いや、ほんとこれすごいな。はい、こちら、閃光の波動のスペシャルセット。はい、ということで続きましては、閃光の波動のスペシャルセットになります。こちらのセットなんですけれども、ストラクチャーデッキ閃光の波動が1個。で、こちらのネオパーシアスのレリーフ仕様が1枚。エネミーオブジャスティス、パワーオブザデュエリスト、サイバーダークインパクト、ストライクオブネオスがそれぞれ1パックずつ。そしてデュエリストカードプロテクターの白スリーブが60枚入っております。こちらはでもあれがエネミーオブジャスティスからその次のパックで、まあ、ストライクオブネオスまでが収録されてるっていう形ですね。ちなみにこちら2006年12月14日発売で定価2200円。で、大体買取価格というか相場になるんですけれども、まあ、こちらですね、機械の騒乱よりちょっと高めで3万から大体4万5千円ぐらいですね。まあ、ちょっとこれスペシャルセットによっての値段の違いはまああんまりわかんないんですけども、大体同じぐらいだと思います。ですよね。まあ、こう来たら当然これも来ますよね。はい、こちら。恐竜の波動ですね。はい、ということで3つ目が、遊戯王デュエルモンスターズストラクチャーデッキ、恐竜の波動のスペシャルセットになります。こちらの収録内容なんですけれども、ストラクチャーデッキ、恐竜の鼓動が1つ、スーパーコンダクターティラノのアルティメット仕様が1枚、サイバネティックエボリューション、エレメンタルエナジー、シャドウオブインフィニティ、パワーオブザデュエリストがそれぞれ1パックずつ、そしてプロモスリーブの赤が60枚入っております。発売日が2006年9月13日で、値段が2200円となっております。まあ大体こちらも相場はですね、3万円から4万5千円ほどとなっております。ちなみにですね、こちらのスペシャルセット3種類全部そうなんですけれども、入っているものの中で一番高いものって実はこれプロテクターなんですよね。このリリストプロテクターって実は販売額1万円超えます。いや、これはすごいな。開けらんねえよ、こんなん。で、あと2つなんですけれども。よいしょ。先にちょっとじゃあ、参りますよ。まあ、一つがこれですね。封筒。多分、カードが1枚か2枚入ってて、PSA 鑑定に出したカードが1枚か2枚入ってるんじゃないかなと思っております。もう一個実はストラクチャーデッキが入ってます。よいしょ。
はい。こちらですね。ストラクチャーデッキのペガサスクロフォード編ですね。はい、ということで出てきたのは遊戯王デュエルモンスターズストラクチャーデッキペガサス J クロフォード編ですね。こちら発売日が2002年3月21日で、まあデッキ40枚、サイドデッキ15枚、融合デッキ1枚、公式ルールブック1冊、王国への招待状3枚が入ったセットになっております。こちらの相場についてなんですけれども、だいたい開封済みが7000円、8000円ぐらい。で、未開封なんですけれども、だいたい去年時点で1万5000円ぐらいを見かけたんですけれども、まあ、今年見る限りだともう2万超えてますね。ムンキャノソルジャー君ですよ。もう禁止カードになってるやつ。ということで最後にこちらの、まあ、未開封っていうか、多分おそらく PSA の福袋。開けたいと思います。ということでこれからこの封筒を開けていくんですけれども、まあ、先にちょっとネタバレすると、実はこの中は PSA の鑑定品になってまして、まあ、あの10段階のものが入ってるんですけれども、まあ、画像でちょっとお見せします。でなんで画像でお見せするかというと、なんか PSA 鑑定のこの番号の中になんか連番とかが書いてあって、でなんかこちらがなんか他の人に見られたりすると、まあ悪用される可能性があるみたいなのをネットで見かけたので、まあ隠した次第でございます。はい、こちらですね、最後1枚 PSA なんですけど、まあ、さっきちょっと表をちらっと見たら、あれですね、20th で、かつ10段階最高レアですね。で、なんで、まぁ、ちょっとじゃあ見ていきましょう、こちら。はい、いきます。せーの、ほい。はい、ということですいません、撮影当初の私ですね、このカードに関しての知識が全くなくてですね、ちょっとポカーンとしてたんですけれども、まあこれ後々調べたらとんでもないやばいカードだということは分かりました。ということでこちらのカード、天意の流線女のですね、 PSA 鑑定10段階最高評価のカードですね。こちらですね、値段調べたところ、まあだいたい PSA 鑑定入ってますと10万円超えるっぽいです。あ、これやばいやつだね。あ、これやばいやばいやつだこれ。あ、すんごいやつだこれ。こちらのカードはですね、2019年4月13日に発売されたライジングランページというボックスに入っているカードですね。で、大体今このライジングランページの未開封ボックスがですね、3万5000円するというところで、まあこのボックスで当てれば一発逆転できるっていうカードの種類に入るのではないかなと思っております。ちなみにこれは余談なんですけれども、今回この 20th 並びにこの PSA 鑑定ですね、のカード自体がですね、初めて所持というか初めて手に入れたものになるので、これをね、保管するってなった時にどうすればいいかって今すごい悩んでる最中でございます。ということで以上でトレカード秋葉原さんの10万円福袋でした。まあこちらの福袋についての感想なんですけれども、まあとにかく最高ですね、これ。ほんと最高です。まあただただ褒めるだけでもちょっとあれなので、まあここから具体的にどこが良かったというところを簡単に説明しますと、その1、サプライ品が入ってないことですね。まあこれは人にもいろいろ意見があると思うんですけど、まあ僕個人的にはこういう未開封ボックスだったりカードが欲しいので、まああのサプライ品が入ることによって、まあカードだったりの質が下がるっていうのがちょっと悲しいので、まあ入ってないのはめちゃくちゃ嬉しい限りです。2つ目、未開封ボックスを出し惜しみなく入れてくれる。まあこれもですね、人の意見それぞれあると思うんですけれども、まあそもそも未開封ボックス自体入れてくれるね、あのカードショップさんがあんまりないっていうところで、まあ、こんなにねたくさん入れてくれるのはね、大変僕としてはね嬉しい限りでございますねっていうところです。その3、バックアドであること。まあこれはもう見ていただければわかると思うんですけれども、今回の福袋のですね、あの封入内容がまあ普通に10万円超えてます。というかもう15万20万、まあまだ現在あの計算しないんでちょっとわからないんですけれども、まあやばいですよねこれ。まあ、こんな入れてくれるね福袋カードショップさんなかなかないと思うんで、もうこれはね神です。といったところですね、トレカード秋葉原さんの10万円福袋でした。まあ、これ非常にいい買い物したと思っております。また機会がありましたらちょっと秋葉原の方に行くこともあるので、ちょっとお立ち寄りしようかなと思っておりますっていうところ、なんかちょっと案件動画っぽく聞こえるんですけれども、まあ、実はこのお店を知ったのはこの福袋買った当日なんですよねっていう話だけしておきます。